タチガシワは、ガガイモカカモメズル族の多年層。ガガイモカは、新しい APG 植物分類体系では、強畜等科に含められている。地下にはやや太い多数のヒゲ根がある。茎は直立し、分子せず、高さは30から60センチメートルになり、細毛がある。葉は、長さ2から4センチメートルの葉兵を持って、茎の先に集まって、数対体制し、 葉芯は甲卵形から皮脂状甲大円型で、円は前円、花紅葉は大きくなり、長さ10から17センチメートル、幅7から13センチメートルになり、先端は急に尖り、基部は円形から広いくさび型になる。葉脈状にわずかに細毛が生える。夏季は5から6月。茎の先端に炭鉱紫色の花が集まって、やや蜜につける。 小花柄は長さ1から2センチメートル、額は緑色で深く5列し、列片は長さ2ミリメートルで紀新型になる。果敢は深く5列し、無毛で列片の長さは3 5ミリメートルになり、先は鈍型になる。副果敢は小さく、列片は半円形になる。花が終わると長さ7から1 5トルのガガイモカ特有の果実をつける。 普通、袋川にこ付き、互いに車上する。秋に袋川が割れ、白い剣士状の冠毛をつけた種子が弾ける。日本固有種。本州及び四国に分布し、温帯落葉樹林家の木陰に生育する。同族の鶴ヶ島に似るが、茎が鶴状にならず直立することから、立ちヶ島という。ありがとうございます。